僕がサッカーで使っているリュックを紹介します。こちらです。アディダスの30リットルのリュックです。で、ここは防水です。すごいいいです。でかいです。それで僕はここにボールをしまっています。ここにボールと靴を入れています。開けるとこんな感じで広くてガバって見えるのですごいいいです。それで僕が中に入れてるのはヒーグルと爪当てです。着替えはここのここに入れてます。ちょうどいいです。あれ、なんか入ってる。うわ、なんだこれ、なんだろう、なに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 なわぁ、日本代表のやつが入ってた。え、入ってなかったじゃん。買ってくれたの？うん。次からこれ着る。今日ね、うん、ポーランド戦があるじゃない。うん、それ着て応援しない？いいよ。よし、見せて見せて。上はこんな感じです。それで下はこんな感じです。はぁ、嬉しい。ママからのサプライズでした。あ、キモい。気持ちいいってことね。うん。あ、日本代表の選手ですか？はい、こんな感じでいいです。ここ硬い。シャー150なので、私も着れちゃいます。普通にいい。これ何メッシュっていうのの素材だから。そう、さっき踊りまくっててちょっと汗だくだくなんだけど、すごいアディダスのこのバッグも超いいので紹介しときます。これは30リットルっていう風に売られてるんですけど、実際30リットル以上入るっていう感覚があります。超大きい。こっちにもなんかめっちゃスポンジで、両面スポンジでガツガツに保護されてる場所があって、ここにはパソコン入れられます。結構広い。しっかりしてるからプリント折れない。で、あ、ここにボール入れられるんだ。ここがボールとシューズで、ここもあんの。なんかここはお菓子を入れて、 あとパスモとか、あと中、あ、なんかボールの部分が浮いてる。スネアテか、スクイーズ、これシリコンです。で、この脇にもチャックついてます。あ、じゃあここがティッシュとハンカチ、ここはペットボトル、ここがなんだ、替えの靴下、ここがシーブリーズ、上はじゃあお財布とスマホ、中にもポケットついてた。ここはなんかスケジュール帳とかかな。おお、すげえ。大きい。ここは暑いかもしれないけど、背中のとこがさっきも言ったんですけど、スポンジみたいなので守られてるから、なんかとんがってるもの入れても多分痛くないです。今日はママにサプライズされちゃいました。ありがとう。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。この他の動画も見て